ガラ屋に来ました。あ、やってもいいの？すいません、 YouTube とかってやっちゃダメ。 YouTube はいいですか？大丈夫、やった、はい、じゃあ顔は入れない。ガラ屋さんに来ました。何ですか、それは？え、卵を塩ラーメン。塩ラーメン、塩、本当で、こっちは何ラーメン？味噌ラーメン、あ、醤油、あ、醤油、ネギ、はい。私は、メンマを入れました。醤油です。で、この卵も入れました。これセットでやったので、冷やしラーメンがこちらに来ます。トワ君来るんなら一緒においでよって。お茶でも飲もう。もうすぐは来れないけど、うん、あ、いいよいいよ、大丈夫よ。お待ちしてます。オッケー、うん、その辺で。だってその隣の喫茶店すごいレトロだし、かき氷屋もこっち上にあるんだって。おいし、じゃあいただきましょう。ガラ屋さんです。リハビリの、メンバーで来ました。一人は夫だから、あなたがいると席に座れなくなっちゃうから早く食べて帰んなさい。仕事もあるし、ルルの看病もあるからね。ルルの看病大変よ。じゃあ私はこれをいただきます。あ、うん、あ、ダメだ。もう一人の友達もこれから、駆けつけます。ガラ屋さんを紹介してくれた、トワ君です。何を入れていいのかよくわからないのよ。彼がいたらいろいろわかったのに、ニンニクは入れたんですね。ニンニクは、入れたんですね。はい。うん。向こうのふりかけみたいのは何ですか？あ、焼き、それだ、たくさん使っちゃダメだって書いてある。焼きニンニク、焦がしニンニク、これ絶対美味しいと思う。これかけたらね、絶対にこれちょっと振りかけてみたら、これ絶対美味しいと思うわ。これご飯に食べるんですか？違う、だからトマトがいないから分かんないじゃない。いや違う、絶対にこれはご飯じゃないわよ。これ多分焦がしニンニクよ。ニンニク飯をここで食べりゃいい。もう一回いいかもしんない、うん、なんかね、毎日食べるのね楽しみに来るって言ってたから、トマト、重さはね大変なんですよ。いっぱいいっぱいです、お客さん。今1時半ですけど大変なもんです。あ、起こしちゃった。はい、ああ、はい、じゃあいただきます。いや、これちょっと美味しいんだけど、すごい美味しそう。美味しそうよ。あ、ちょっと待って、ちょっと食べて、こちら向けて、こっち前で、ちょっと食べてからね。いただきます。イカのあれ、うん、じゃなくて、イカ食った話、栄養力とそういうのね、すごい濃い。あ、ここすごいですよ。ちょっとね、お美味しい、こういうやつですね。あ、これはね、おついみんなね、飲んでいけるような感じですよ。どの人もね、おつゆきれいに飲んでましたね。うん、多分、あ、これは使いすぎちゃダメっていう炒めたまねぎじゃないかな。あれ出てこないようになってるわ。まあ、これ要するに効果が出てくる。詰まってるよね。美味しそう。炒めたまねぎですね。なんか切れるのは絶対にこれ美味しいと思う。ちょっといろいろやってみる。ニンニクもあるんです。ニンニクもあります。あと辛味、そう、青い味もあるので、甘いけど醤油味を後で辛味にしても美味しいと思います。慢性病は、糖尿病は、
西洋系とかが一応いいんですよね。美味しいですよ。麺ね、固め。ああ、美味しい美味しい。これは、この噛み応えは、コナミです。美味しい。でもすごいね。結構、豚骨、ガッツーですね。ちょっとお肉、食べてみます。あ、お肉は柔らかいわ。ここにあっさりした感じで、おいしいですね。おいしいよ。あ、あ